中年オタッキーです。今日はね、前回の、動画で予告した通りね、ちょっとうんちく系の動画になってまいります。まあ、フィルムが値上がりしてるとか、製造中止とかなんかいろいろね、情報、上げてきましたけども、今度フィルムカメラ、ボディの方ですね、ボディがどんどん値上がりしてるんじゃないかということで、結構の方、たくさんの方が言っておられますのでね、いろいろと調べてまいりましたっていうか、基本的に動き回ってるんで、もうヤフオクぐらいしか調べてないんですけどね、店頭価格っていうのはちょっとね、調べてないんで、わからないんですけども、ヤフオクで大体ね、やっぱヤフオクの落札価格とかで、全体の流れを知ることができると思って、いろいろヤフオクで調べてみました。はい、それでは今日の動画スタートしてまいります。最近ね、若い人の間でね、フィルムカメラが流行ってきてるっていう話なんですね。で、原宿とかね、渋谷とかでも若い女の子とかが首からね、フィルムカメラ、古いフィルムカメラをぶら下げてたり、よくそういうのを見るっていう。で、実際にね、私の動画、私はね、ほとんどフィルムカメラ専門なんですけども、私の動画のね、平均視聴者層も、ね、年齢が下がってきてまして、20代、30代の視聴者が以前ゼロだったのに、とうとう 8% 台まで行くようになってきました。恐ろしい伸びを示してます。そんなんで、フィルムカメラが流行ってきてるということは、自動的にフィルムカメラが売れるということになるんですけども、現状でね、フィルムカメラを入手するにはもうほとんど中古しかないんですね。今、新品で売ってるのは、どのぐらいあるんだろうね。ニコンと台湾ヤシカと、あと、コダックがね、今ちょっと、中国の病気騒ぎで、欠品になってますけど、コダックもなんか、一応新品あるみたいですけど、それで中古カメラがメインになってくると思うんですけども、で、ヤフオクでね、ちょっと一週間ぐらいね、価格の、相場を見てみましたが、一眼レフ、特にね、ハイエンド機の値段はそんなに変わってないと思います。ニコン F、F2、F3、F4、キャノンのね、QF1、ニュー F1、T90 とかね、A1、そのあたりをちょっと見ていたんですけども、今ご覧になっているようにね、動画流してますけど、こんなもんじゃなかったかな、大体こんなもんだと思うんですよ。で、ウォッチリストで落札してるの見たらとんでもない価格になってるものもありました。ジャンク3大セットでね、9000円と、これちょっと高いっすよね。よくこんな値段になったなと。そうなんですけどね、平日の価格を見てるとね、そこまで上がってないと思います。休日はね、どうしたってね、みんなが集中するんで値段が上がりがちなんで、価格が高いと思ってる方はね、平日に狙ってみるのはどうでしょうかね。で、確かにね、フィルムカメラがね、人気になってきてるんで、カメラ転売小僧どもがね、高めの価格でね、強気の価格で出品してるんで、たくさんね、以前はこんなの見なかったっていうぐらいね、高い価格でね、強気で出品してるやからがたくさんいます。こういうのはね、無視したらいいんですね。自滅させましょうって感じでね、カメラをね、写真を撮るために買ってないんですよね、こういう人たちはね。カメラ転売するために買ってね、横流ししてるんです。転売して儲かってるんでね。こういう奴らがね、フィルムカメラをね、買い漁るのちょっと許せないんでね。だから、強気でね、価格をつけてるやつはね、もう完全にずっと無視したらいいんですよ。買うなってことですよね。
あのカメラ転売野郎がね、僕の動画を見たらね、これ迷わずね、あのいまいちボタンを押すんでしょうけどね、あのいまいちボタンの数だけね、あのカメラ転売野郎がいると見ています、まあ、最近はねちょっとね、あのコンスタントにねマイナス評価がつくようになりまして、ああ僕にもアンチがついてきたなと思ってるんですけどね、今日のね動画ちょっとね、あの長期間検証する必要があると思うんですけども、焦らなければ現状そこまで値上げしてないと思います、焦らずねじっくり選んでいけばと思いますね。ただそのハードオフとかでそのなんていうんですか、ジャンクカメラがねその店頭に並んでない、っていうのはあると思います。で価格も上がってると思います。なぜかって言ったらこのねカメラ転売野郎がね、あの買い漁ってるわけなんですね。まあフィルムカメラが流行ってきてるんで、どうしてもねそこは、変わってきてるとは思いますけども、ヤフーオークションを見る限りではそこまで上がってないです。焦らずじっくり選んでいきましょう。で値上がりしてるときはね、あの急いで買う必要は特にね、特に急いで買うあのは避けた方がいいと思うんで、どうせねこのフィルムカメラのブームねそんなに長くは続かないと思います。若い子のねブームってね半年1年ぐらいで終わってしまうと思うんで、今はちょっとね様子見をするっていうのもありなんじゃないですかね。はい、今日の動画ねこんな感じなんですけども、ねとんでもない値段で売ってたっていう情報はねありました。こんなに高くなってたよとか、そういう情報がありましたらぜひねあのコメント欄とか、ツイッターねに書き込んでいただければと思います。はい、それではねいつものね写真の、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、作品紹介のコーナー、一番最初はね一都市九さんの作品、写真2枚、1枚目朝焼け、2枚目が朝焼け2ということで、両方ともねカメラコンタックス G1、プラナー 245T、F2 の45ですね、ね1枚目が、RVP100、フジクロームのベルビア100ですね。で2枚目がね RDP3、プロビア 100F ですかね、これね1枚目より2枚目の方が僕は好きなんですけども、朝模様がねかかったね朝焼けになってるんですけどね、残念ながらこれ左上にねちょっと屋根かなんかが入っちゃってるんですね。これ惜しいですねこの写真ね。1枚目もね綺麗なことは綺麗です、ベルビアのね色で綺麗なことは綺麗なんですけども、2枚目が非常に惜しいという写真ですね。はい、一都市九さんありがとうございます。次はね、池さんの作品、ねカメラがねキャノン EOS RP、レンズが、RF 35mm F1.8 マクロ、トリミングありということなんですけども、モノクロでモノクロに変えたのかなこれ後で、モノクロに変えたのかな、うーんちょっとわかんない、モノクロにしてみましたやったかな、タイトルがお前誰ってことなんですけども、これねにゃんこちゃんが写ってるんですけどもね、 35mm のねレンズで、フルサイズなんで非常にちっこくなってますね。の猫ってねその警戒心が強いんで、これあの EOS RP を借りて撮ったってことで、まあ、このレンズしかなかったんですけど、やっぱ猫撮るときちょっと長いレンズが欲しいとこですね。猫警戒心が強くて近づいたら逃げていってしまうんで、思いっきりトリミングしてね、こんな感じでもいいんですけど、ここまでトリミングするとさすがに画質が落ちちゃいますね。はい、池さんありがとうございます。次がこっち側は小寺さんか、小寺さんの作品、これ3枚組写真でね、タイトルが飛んで飛んで飛んで、カメラがねこれオリンパス EM1 かな、UM1 マーク2、レンズが 12-150mm でテレコン 1.4 倍で撮られているということですね。ね結
こうピンとバッチリ来てますね。これすごいですね。オリンパスのねデジタル使ったことないんですけども、見事に撮られてもものすごいドンピシャでピンと来てますね。素晴らしいと思いますね。はい、見事な写真と思います。小寺さんありがとうございます。次が、相変わらずねちょっとぐちゃぐちゃになってるんですよ。これでもない、これでもない、あ、これだ。柿の木さんの作品紹介。タイトルがね、ファーイーストっていう、2枚ともファーイーストということで、これもうね、組写真扱いにさせてもらいますけど、カメラがね、オリンパスペン D2 でね、フィルムがね、富士記録用100ということなんですけど、これタイトルがね、2枚目のね、お店の看板をタイトルにしたと思うんですけどね、1枚目のこの鳥居さんはね、タイトルとは脈絡がないと思うんで、一応バラ写真扱いでね、送ってくれてると思うんですけども、タイトルにちょっと工夫がいると思います。タイトルってね、結構ね、バカにできないんですよ。タイトルでね、うおーって、なんでもない写真がうおーって見えたりするんでね、もうちょっと、タイトルを考えて、くださいね。写真自体はね結構いい写りになってます。はい、柿の木さんありがとうございます。どこ行った、これか、369モノクローマンさんの作品いきます。これはね組写真ですね。2枚組、タイトルがね海賊キャッツ、カメラニコン F3、プラナ 50mm、 プラナ50と書いてるけど多分これニコン F マウントのプラナ50なんで F1.4 かな。でフィルムがねアドックス CMS20i2 プロっていうんですか、これ、これ僕使ったことないフィルムになりますね、アドックスはね。で結構ねアンダー気味に映ってるんですけども、これ現像時間を間違えてねアンダーになってしまったということで、あ、すいません。でライトルームで補正しているってことなんですけどもね、これ現像時間を間違ったことが良かったのか、非常に雰囲気がある写真になってますし、現像時間が短かったんでしょうね。玄関現像したという形になって、シャープネスが増してるんだと思います。猫のね毛の一本一本の改造、まあレンズもねプラナーでいいんですけど、素晴らしい写りになってますね。これすごく雰囲気のある写真になってますね。369モノクロマンさんね、これね2枚目縦構造なんでね、1枚目の写真をねタイトル画面にさせていただきます。来週のタイトル画面からは、369モノクロマンさんのこの海賊キャッツの写真に、なります。こんだけかな、ちょっともうぐちゃぐちゃで順番がぐちゃぐちゃでわかんないんですけども、こんな感じかな。はい、次はすいません、次はね俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですけども、だいぶ落ち着いてきたんで今日は1名様の、紹介できます。ドリームロコモーティブさんの、投稿で、これキャノンオートボーイジュノ76、いつも結構ね使ってくれてるカメラと、キャノンオートボーイルナ35、オートボーイジュノ76は近所のハードオフ、オートボーイルナ35はね新潟のリサイクルショップで購入、共にジャンク扱いで税込み330円、安っ。状態が良かったので電池入れたら動作しました。スナップ撮影のお供に持ち歩いて楽しんでます。意外に写りも良いので気に入ってますということでね、この写真自体もねすごいね
柔らかなね、光で撮れるドリームロコモーティブさん、なかなかですね、これ、なかなかいい感じで撮られております。下のね、敷いてる、なんて言うんですか、布の模様もね、ちょっと可愛らしくていい感じですね、赤い色にね。で、これカメラなんで撮ったんだろうな、ちょっと、色かぶりして照明かなんかの色かぶりか、それとも夕日で撮られてるのかちょっとわからないんですけど、なんかね、なんていうんですか、懐かしい感じの色で写ってますね。オートボイシリーズね、僕もこの間1個買いましたけど、非常に写りがいいという評判でね、早く使ってみたいんですけど、順番がなかなか回ってこないんですね。ドリームロコモーティブさん、ありがとうございました。まだ待機者いることはいるんですけど、今日はちょっと1名様の紹介ということで、やったやっちまったのコーナーはちょっとね、ストップしております。まだ投稿が来てないです。やったやっちまったのコーナーはね、投稿が来てないんでチャンスになっておりますんで、自虐ネタでも自慢でも構いません。こんな安くて、最高のカメラ買ったでとか、こんなに払ったのにゴミが送られてきたとか、直そうと思ったら壊しちゃったとか、そういうね、自虐ネタでもよろしいんでね、送っていただければと思います。で、作品投稿のコーナー、俺のカメラのコーナー、いずれもね、まだまだ募集しております。募集要項をね、YouTube チャンネルのね、概要にね、記載しました。投稿の際はね、そちらを参考にしていただければと思います。で、作品投稿のコーナーもね、俺のカメラのコーナーもね、デジタルフィルム、カメラは、問いません。デジタル写真でも全然 OK です。あとはね、その概要欄に書いてある、ルールに従って投稿してください。みんなでね、写真をシェアして、みんなでレベルアップしていこうと、楽しみながらレベルアップしていこうということで、あとはね、いいねボタンがない世界ね、いいねに使う、僕自身もね、Facebook とか Instagram のね、いいねに疲れてる人になって、いいねをなしでね、写真をシェアしていこうっていうのがコンセプトになってます。はい、今日の動画はこんな感じです。で、来週なんですけど、上海のね、フィルムのね、がまだ取り切ってない、間に合わないんですね。フィルム取り上がってね、現像をお待ちしてるのが何本かありますんで、その中から動画を作っていこうと思います。はい、今日の動画はここまで。またね、次の動画をお待ちくださいませ。コロナウイルスね、すごく流行ってきてます。大阪のね、ライブハウスとか、そういうのでね、ちょっとね、やばい事態になってきたなと思ってますけども、皆さんね、ぜひね、感染しないように、もし感染されたら、お大事になさるということでね、十分に気をつけて、いただきたいと思います。はい、それでは今日は最後まで見ていただきありがとうございました。ここにね、チャンネル登録ボタン出てきます。チャンネル登録まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、いいねと思った方ね、いいねボタンね、たくさん押されたら成績になっていくらしいんで、いいねボタンもよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画までお待ちください。さよなら。